先輩、お聞きしたいことがあるんですが。先輩にとってお母さんって一言で言うとどんなものですか？やっぱり難しい質問でしたね。ごめんなさい。サラちゃんやロエルちゃんにも聞いてみたんですけど、二人とも先輩と同じ答えでした。短すぎてよくわからないって。私時々すごくお母さんに会いたくなるんです。お母さんだったら私の悩みにどう答えてくれるのかなとか、お母さんにギュッと抱きしめてほしいなとか、そんなことを考えちゃうんです。お姉ちゃんやお兄ちゃんも私をすごく可愛がってくれてるのに、お母さんに会いたくなる理由ってなんだろうって思って。あ、図書館なら何かそういう本があるかもしれないですね。さすが先輩です。あの、よかったら一緒に調べて。あの植え込みにお姉ちゃんが隠れてます。きっと私たちのお話を聞いてたんだと思います。図書館にもついてきちゃうかも。どうしよう。そうですね、一旦別れて図書館で合流しましょう。私は見つからないようになんとか途中で巻きます。ではまた後で。先輩、遅れてごめんなさい。お姉ちゃんがなかなか離れてくれなくて。姿が見えないからもう大丈夫だと思います。お母さんのことが載っていそうな本は心理学や電気がいいんですね。わかりました。とりあえずこの辺りを読んでみましょうか。借りた本読んでみたんですが、結局お母さんについて何もわかりませんでした。でももしかしたらわからなくていいのかもしれません。お母さんに会いたい気持ちはありますけど、お兄ちゃんとお姉ちゃんをもっと大事にしなくちゃって思ったんです。だからもうお母さんのことを調べるのはやめます。先輩、お付き合いしてくださってありがとうございました。あ、お姉ちゃん泣かないでよ。うん、私お姉ちゃんのこと